ホーゲルスベルク山地の位置ホーゲルスベルク山地はドイツ、ヘッセン州に位置する火山起源の中尾ク山地。フランクフルトアムマインの北東約 60km、北東、アルスフェルト、フルダ、ビュディンゲン、ニッタに囲まれた場所に位置する。北部にはクニュル山地、東部にはレーン山地、南東部にはシュペッサルト山地が位置し、南西部はマインボン地に連なる。 ベッターラウ地方となる。フォーゲルスベルク山地は、1900万年前に形成されたタウフシュタイン山、ホーヘローズコプフ山の二つの高い山に連なる地下山の一群である。大未期前期に形成され、約1000万年にわたって活動し、700年前に活動を休止した。フォーゲルスベルク山地は、ニーダーザク先週アーデルエプゼンにその痕跡を留めている。 ヘッセンボンチの火山活動と深い関わりがある。それは直径6 0トル規定部で2 5 0 0トルに及び、現在のエトナ火山のほぼ倍の規模を持っている。ホーゲルスベルク山地のような溶岩性の高地は中央ヨーロッパには他にほとんど存在しない。ホーゲルスベルク山地は積み重なって帯だしい玄武岩からなっている。それは、 オーベルバルトから高さ774メートルのリング上で海岸上の円を形成している。フォーゲルスベルク山地はドイツで唯一の火山の跡なのである。フォーゲルスベルク連山は玄武岩の斜面と高層湿原、原生林からなっている。オーベルバルトのみならず標高600から773メートルの山地の中心部の大地地帯にまで散策路が整備されている。 フォーゲルスベルク山地は多くの川の水源地となっており、ここから様々な方向へ流れ下ってゆく。フォーゲルスベルク山地には以下の湖や池などがある。フォーヘローズコプフフォーゲルスベルク山地にはハーヒエンハイマーヘーヘとフォーヘローズコプフにウィンタースポーツ施設が整備されている。夏季には登山やサイクリングが楽しめる。多くのサイクリングロードやフォーゲルスバーガー、 サドバー・アン・ラドゥエグなどが整備されている。さらに週末には、シュトックハイム、ニッタ、ラウバッハ、ミューケ、シュリツ、ラウターバッハといった街から山頂へ、自転車用トレーラーをつないだバスが運行している。火山サイクリングロードや南路サイクリングロードや、舗装されているのでローラースケートにも良い。この他にもテーマ別のサイクリングロードが、山頂付近のネイチャーフィットネスパーク周辺に、 整備されており、70キロメートルのマウンテンバイクコースもある。ホーヘローズコプフには、ホーハーフ・ホーゲルスベルク自然公園の自然保護情報センターと書店の街のツーリストインフォーメーションがあり、4月初めから10月までと、クリスマスから2月まで毎日開館している。ここから8キロメートルの周回散策路が整備されている。自然公園の中の125キロメートルの 周回トレッキングコースバルカナリング・フォーゲルスバーグでは、他では得がたい体験ができる。ボニー・フェイシャス・ウェグは、マインツからフルダまで、聖ボニファティウスの総列をたどる道で、フォーゲルスベルク山地を横断している。フォーゲルスベルクからの水は、シュペッサルド山地や、ヘッセンリートの水とともに、シュペッサルド山地及び、フォーゲルスベルク山地からフランクフルトへの水道施設が、 完成した1876年以来ラインマイン地区で飲み水の供給源となっている。ありがとうございます。